はい、こんにちは、速稼塾の方でございます。アンチのコメントってね、やっぱいろいろありますよね。まあ、でもアンチのコメントも一つの考え方を発信しているということなんだと思います。私の場合はね、アンチの方っていうのが自分のタイムラインにいろいろ書けばいいのを人のタイムラインに書いているっていうのは、私はそんなに悪いことではないと思うんですよ。つまりね、視聴者必ず一人はゲットできるってことなんですよね。だからね、全くアウトプットをしない人よりはアンチコメントであろうと書いた方がまだね、一歩前に進んでるのかなと思います。で、その次にもう一歩進もうと思ったら、自分の、ウォールに書くことですよね。自分のタイムラインに書くこと。そうすると自分のコンテンツになってきて、ゆくゆくはそれがね、自分自身の自由を担保してくれるコンテンツストックの一つになりますからね。それで前回のね、話ですけども、仮想通貨のこと書いてるよとかね、暗号通貨、再生数稼ぎなわけですよ。だからその再生数稼ぎがなんかみみっちいとかね、せこいとかっていう考え方は十分あるんですよね。あるんですけども、それをするのが YouTuber ですからね。で、 YouTuber っていうのはとかく、そういうふうにね、自分の再生数のために結構せこいことをするわけですよ。でもせこいことだけをしてるわけではないんですよね。どうしても自分が主張したいことを YouTube という場でね、自分のアカウントを使ってやってるわけなんですよ。しかもそれが人に見られるかどうかは分からないんですよね。YouTube で発信したら必ず見られるかどうか、必ず自分を信じてくれる人が見てくれるかどうか、同調してくれるかどうか、もしかしたら反感を買うかもしれないし、それによってね、バカッターではないですけども、自分の人生終わってしまうかもしれないと、いろんなリスクを背負ってるわけですよ。実際にアンチなコメントが来て嫌な気持ちになるわけですから、でね、なんかそういう発信しない方がいいですよとかね、専門家じゃないんだからっていうのはいろいろありますけども、そう思うんだったら見なければいいだけ で仮に、A さんという方がいろんな情報発信していて、アンチコメントを A さんに書いた人がいてね、やめた方がいいですよって言ったら A さんがやめましたって。本当にでもそれで世界中の情報ってのは統制されたんでしょうかってことなんですよ。A さんと似たような意見を YouTube で発信してる人は他のアカウントチャンネルにもいるわけですよ。そうするとね、今度は B さん、C さん、D さんっていうふうに一人ずつ、じゃあアンチな人は一生懸命潰しに行くのかってことですよね。だから気に入らない情報とか信じてないんなら見なければいいと。見なければいくら情報発信しようが再生数ゼロなんで、ね、何の影響力もないでしょってことなんですよ。で、見る人がいるってことは、その情報を貴重だと思って見てる人がいるんですよね。で、貴重だと思わない人は次に見なければいいし、チャンネルをね、登録しなければいいんですよね。チャンネル登録ってのは次の動画に対する期待なんですよね。次はどんなことを言ってくれるんだろうと。そして暗号通貨の情報に関しましては、誰が予想してもわからないんですよ。個人的にはそう思うよっていうことの集合体ですからね。で、その情報によって人はどうしようかなっていうふうに決断を変えたりしますというのが、自分自身で決断できないからですよ。だから YouTube 見るんでしょ。ビットコインが暴落しました、なんとかコインが暴落しました、龍馬コインがなんかどうにかなりました、だから自分で判断して自分で行動すればいいのに、それができないから他の人はどう思ってるのかなと思うわけですよ。で、検索のそのテクニックがないもんだから、しょぼいもんだから、しょぼい情報にタッチするわけですよね。で、そのしょぼい情報を発信した人に文句言ってるわけなんですよ。だったら 100% 間違わない、 100% 言わない、間違わないとは言わないけども、高い確率で正解を導き出している人のアカウントを探してね、そこにコネクトすればいいわけですよね。それができなくって、たまたま見た人が自分のなんか気に入る顔ではなかった、気に入らないことを言っていた、なんかサムネイルと内容が自分の感覚では違った、ギャップがあった、だからなんかクソーと思って書き込むわけですけども、そういうのも込みでいろいろ判断しなければなりませんよね。世の中には、昨日ね、池袋暴走事故ってのありましたけども、世の中にはね、何にも悪いことしてない、落ち度がないのに一方的に命を奪われたりとか陥られたりすることがあるわけですよね。飯塚幸三どうですか。彼はなんかね、アクセルベターと踏んで、で暴走したわけですよ。おりゃってフレンチに遅れるやつからね、突っ込んだわけですよ。で、交差点で11人もの方をなぎ倒して、そのうち2人が
お亡くなりになって、で私は悪くないって昨日の裁判でも言ってるんですよね。あれ車が悪いんだみたいなね、うん、言ってるわけですよ。でもそういうことはともかくね、お亡くなりになった方や、じゃあ怪我をされた方に何か落ち度があったのかって別にないわけですよ。落ち度がないのにこんな悲惨な目に遭うってことは山ほど世の中にあるわけですよね。それに比べたらもうね、 YouTube でねいろんな考え方を言っていました。自分は個人的にこう思うよ。でそれに対してわざわざ関わっていってですね、不快な気持ちになったからといってコメントを書いて不快返しをするというね、もうこういうふうなねセンスの悪さ、うん、もっともっとね目を向けなければならない正義と悪は世の中に溢れています。でそういったところはねほっといてね、なんか攻撃しやすいところに行くみたいなね。だからアンチコメントってのはまさにねせこいというね耳っちいというね、そういうふうなね感情がありますね。まあでもアンチコメントも一つの意見だし、自分の考えを、うん、発信するっていうのは発信しない人よりもね、まあ一歩前に進んでるのかなと思いますね、うん、ということでアンチコメントこれからもどんどん書けばいいんじゃないかなと思いますね、うん、でまあアンチコメント書く人も YouTuber も同じ人間、まあ確かにそうなんですけども、大きく違うのはやっぱり、まあ、YouTuber っていうのはね自分の責任で発信していると。で私アカウント停止になりましたけども、あまりにもひどいね動画を発信していたりとか世の中に誤解を与えるというふうに判断したら YouTube がきちんとアカウントに対して措置を取りますんでね、そういう権限のない人、要するに動画の発信その基準をね決めるのは YouTube であって、そういった動画の専門家でもない人がアンチコメントを書かない方がいいですよっていうふうに言い返せばいいんじゃないですかね。いやあなたは動画の専門家ですか。よくわかんない人が自分の感覚で自分のセンスで YouTube のガイドラインもわかんないのに消した方がいいですよ、言わない方がいいですよって言ってるんですよ。頑張ってる人がいるんだから、頑張ってる人がいるのをよく知ってますねと。いやでもこっちに頑張ってる人がいたら反対側に頑張ってる人もいるんですよと。じゃあ何も言わなければいいんですかと、何もしなければいいんですか。頑張ってる人がいたら無罪を勝ち取ろうとしている飯塚被告に対してなんかお前何勝手なこと言ってんだって言っちゃいけないんですかとかね、いうことになってきますんでね、うん、まあでもアンチコメントってのはこれからもなくならないと思いますし、あのアンチと捉えればアンチだけども、あ別の意見なんだなというふうにね受け止めれば、私たち情報発信者にもまあいろいろと学べるかなというところがあります。ちなみに私ねたまにですけどもアンチコメント目にして、このアンチコメントは何だろうなと思ったら、そのアンチコメントをサムネイルとかにしてね、それについて語るみたいなこともあるんで、もう本当に貴重なネタ提供ですよアンチコメントに関しました。まあ今回のやり取りもアンチコメントがあるからこそ成り立ってるわけですからね、ということでこの動画を見てねアンチコメント書いたことがあるなとかね、アンチコメントちょっとね、考えちゃったことあるなって方は、まあ大いにね大いにまあ一歩進んだと思ってください。いいんですよ、違う考えっていうのがあってね、で違う考えがあってそれがどうしても発信したかったらご自身のチャンネルでやればいいんですけども、その勇気がないんだったら、まあ、私のコメント欄に書いてくれればいいんじゃないですかね。勇気がないんだったら私のコメント欄書いてください。勇気がない人は私のコメント欄大歓迎でございます。じゃあねアンチコメント、まあ、花屋さんがアンチコメントを書くとしたらね、どういうふうに書いていこうかなってことを聞いてみたいかなと思います。アンチコメントね、まあ、例えばね私がある暗号通貨のなんかね上がります下がりますみたいなことを言っているそんなね YouTuber さんがいらっしゃったとしたら、私はね私がもしね書かないですけどもアンチコメント書くとしたら、私は隠居ですと、隠居界から社会を見ているとあなたの言っていることはもうトンチンカンですと、あなたの考えは社会では通用しません、全然ダメです、あなたこそ隠居界に来るべきですと、いうふうなね社会からね弾くというよりも社会から引っこ抜いてスカウトするみたいな感じで持っていこうかなって思いますよね。じゃあ本日は以上ですかね。はい、ありがとうございました。